メガ人口がマッチクラブをご覧の皆様、筋トレにはいろんなねグッズがあるもんですよね。まあこれ揃い出すとキリがないんですけども、今回ね私がこれ欲しいなと思った動画でございました。でミスター M さんからのコメントもございますので、読みながらちょっとねこの動画返信させていただきます。ミスター M です。いつもありがとうございます。今回ご紹介させていただいたトライプセイバーは両手で縦に握れるので安定感のある動きができます。確かにそうですね。こうダンベルってこうなったりこうなったりしますよね。どっちかっていうと人体力学的にはちょっとこう90度横に傾けてるわけなんですよ。それをこういうふうにね、まあ、鉄格子を握るように上下できますんで、結構これは持ちやすくって、私今手首を痛めてるんですよ。なんていうんですかね、まあ、骨折と言いますかね、疲労骨折してるんですよね。ちょっと重いものを持ちすぎまして、まあ、そういう私にはこの縦の動きっていうのは楽なんですけど、横に曲げると途端に痛み出すんで、縦に曲げたままで筋肉をね鍛えれるのはこれはいいなと思いますんで、これを機会にちょっとね久しぶりに購入してみようかと思います。しばらくね筋トレグッズって買ってないんですよね。ダンベルとバーベルって一通り揃えちゃうともう買うもんがないんですよね。で私の悪い癖なんですけど、買うもんがないとモチベーション下がるんですよ本当にね、なんかこう業界のカモになって きそうなんですけども、でもそういうことってありますよね。なんか物を買ったらやる気になってガーッとやるんですよ。で飽きてくると慣れてくると飽きちゃってやらなくなるみたいなね。まあですので新しい刺激を自分にどん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 与えていかないといけないかなというところでございます。それもね筋トレトレーニングの継続するコツの一つなんですけども、まあミスター M さん、継続するためのコツが何かありましたらぜひね、この私がね凡事徹底の鬼の私が筋トレが続かないっていうところがありますんで、これはねミスター M さんにちょっと工夫をご教示いただきたいと思いますんで、よろしかったらカリキュラムの中に入れていただければと思います。筋トレを継続するためのコツをちょっとねよろしくお願いします。これねたびたび教えていただかないとすぐにね忘れてしまうんで、またお願いします。では失礼します。